一つの思い貫く難しさの中で僕は守り抜いて見せたいのさ。かけがえのないもののために果たしたい約束。この番組はマーベラスエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。カテリーナお嬢様。ドメニコ、パウラ、久しぶりね。一体何年ぶりでしょう。急にお電話があってびっくりしましたわ。突然で悪いわね。しばらく仲間と滞在させてもらうわ。どうぞどうぞ、ゆっくりなさってくださいな。フランコ様、いつもお嬢様がお世話になっております。いや、世話になっているのはこっちの方だ。こいつはピノッキオ、しばらく一緒に仕事することになる。どうぞよろしく。ここはフランカのワイン園だ。あの夫婦に管理を任せてある。ここの白ワインはうまいぞ。ワインなんて飲まないよ。モンタルチーノでお前らが会ったのはおそらく社会福祉公社だ。各地で我々の活動を妨害している。私たちは今フラスカーティの農園に来ているの。ここで橋の爆破計画を準備するわ。わかった。何かあればいつもの電話にかけてくれ。あのピノッキオに代わる？いや、いい、あいつのことは頼んだぞ。ねえクリスティアーノ、ピノッキオがつけてたペンダント、何か大切なもの？私が昔あいつにやったものだ。そう。今ローマでは誘拐計画を進めている。メッシーナ海峡大橋開発公社の理事長だ。これの成否で今後の計画も変わるだろう。ええ、そうね。リーダーはベルガモのニノ・フェレッティだ。確かお前とも顔見知りだったな。ニノ？出てきたぞ、理事長の車だ。今日も護衛の車はなしか。相変わらず無警戒だな。コジモとコッラに追跡するよう伝えろ。レオネ、セルジョからの情報だと近々護衛が交代されることになるらしい。相手が分かるまでは慎重にやれ。おいニノ、少し消極的すぎやしないか。慎重にやるのが俺のやり方なのさ。Thank you.
終わりです。ありがとう、お嬢さん。とてもいい演奏だったわ。どう？普通の子にしか見えないでしょ？驚いたわ。本当に機械の体なの？新素材の皮膚と骨格、人工筋肉を用いて生身の体を再現しています。医療再生技術です。超人的とまでは言えませんが、一般人の数倍の筋力と敏捷性を備え、命令には従順です。でも、子供を利用するなんて。若い患者の方が体に脳が順応するのよ。イザベラ、国家の治安はほとんどの場合、何事にも優先されるわ。そうやって社会の安寧は保たれるの。私はあなたのような公安の人間じゃないから、そんな風に納得なんて。理事長、我が国の再生医療技術が世界最高レベルなのはご存知ですね。それは擬態の研究成果を民生に還元しているからなのです。今現在、全国で数百人の患者に義肢の無償提供をしているし、ゆくゆくはあなたの足も簡単に治療できるようになるでしょう。子供たちには同情しますが、それで救われる人間も大勢いるのです。理事長周辺の人物調査、あと数日で完了します。先日捕らえたパダーニャによると、誘拐実行までもう秒読みらしい。できるだけ急がせろ。了解しました。ジョゼさん、ヘンリエッタ、さっきはいい演奏だったぞ。上達したね。ありがとうございます。